陳倒市長は、中国陳倒市の市長である。1891年6月、直霊総特理交渉と参島巡部、朝陽は二川王を上官視察後、6月13日、高所邸に二川王への防衛線の構築を創生した。6月14日、高所邸は直命を発し、防衛線の構築を批准した。1892年8月、 当州鎮総兵将高本は、Y 組四個営の兵馬を率いて、当州府より、三河王に移駐し、鎮太王口に、総兵画門を設立、鎮太王地区の軍政事務を管轄した。八百九十七年十一月七日、上海にいたドイツ帝国海軍東洋、艦隊司令官、オット・フォン・ディ・デリクス少将は、総州協案を口実とする公衆案、占領作戦開始の命令を受け、 11月14日、ドイツ海兵隊は、長期航海途中の上陸と、陸上訓練等を口実に、甲州湾に上陸、戦闘なしで、二川王の総兵我門にいた新国兵たち1000人以上に、大挙を明じ、湾岸全域を占領した。1898年2月11日、防護巡洋艦プリンセス・ビルヘルム艦長、オスカートルッペル中佐臨時に、中二川。 大きドイツ軍司令に任命された。1898年3月6日、ドイツ政府と清政府は、ニカワ沖咀嚼条約を締結、チンタオ地区は、公州案咀嚼地となる。ドイツ海軍は、咀嚼地最高行政機構として、ニカワ沖総督府を設立し、総督は、咀嚼地の軍政に、大きな権限を持った。同年4月15日、 初代総督クルトローゼンダールが着任。10、1930年9月、南京国民政府通令全国取り消し各特別し特別二次、ただし、県令続籍系不編。ありがとうございます。